承認されたのは塩野義製薬が開発したゾコーバ。国産初となる軽症者向けの新型コロナ治療薬で、口から飲む錠剤の抗ウイルス薬です。厚労省の専門部会で今年7月継続審議となり、昨日最終段階の臨床試験のデータなどを踏まえて審議が行われ承認されました。ゾコーバの研究に2年間携わってきた佐藤教授は、とにかく早く1日でも1時間でも早くという気持ちで実験をしていた。承認に至ったってことは非常にもう嬉しかった。データでは発症から72時間未満の患者がゾコーバを飲むと熱や鼻水などの症状が改善されるまでの時間が短くなると示されています。治療としては1日目に3錠、2日目から1錠ずつ5日間飲むことが基本とされています。重症化したり長引いたりで、いろんな後遺症で悩まれる方もすごい多くなっています。そういう方に早くですね、薬を投薬することで重症化、いわゆる後遺症、いろんなものを防げることができたらですね、やっぱり私はそこが薬としてのこの価値が高まるんじゃないかというふうには思っています。発熱外来を続けているクリニックでも期待を寄せています。今回の薬は少なくともまずは若い世代に使えるっていうところが大きいので、普通の生活ができなくなるような倦怠感とか、そういういわゆるロングコビットの部分が減るんであれば、非常にそれは社会的には役に立つ。国産っていうところにも非常に飲む患者さんたちにも安心感があるのかなとは思いますね。政府はすでに100万人分のゾコーバの購入契約をしていて、来月初めには医療機関で使えるよう目指すとしています。